海を知り、海を守り、そして豊かな海を未来へつなぐ、海と日本プロジェクト in 山梨。先月、東京都の二子玉川ライズで海のごちそうフェスティバルが開催されました。これは日本財団が推進する海と日本プロジェクトが一般社団法人海と食文化フォーラムと共同で企画したイベントで、今年で3年目となります。今回のテーマは、知れば知るほど海は美味しい。海のストーリーや背景を知ってもらい、食を通じて海に興味を持ってもらおうというメッセージが込められています。日本全国つつうらうら、ね、いろんなこの表情を、ね、海それぞれ違うと思うんですけども、そこから生まれてきた食材あるいは、ね、この商品というのがこう集まってきてますので、ぜひ手に取ってもらって、で試食なんかもできる、ね、場をちょっと作ってますので、味わっていただけたらなと思ってます。メイン会場では全国各地のフードブースが出展する海のごちそうキッチンが行われました。魚の住処を保護するために大量繁殖したウニを使った料理や、海水温上昇により漁獲量が変化している魚を使ったグルメなどが提供され、来場者は海の現状や課題を考えながら海の味を楽しみました。フグがもう下関の有名なものじゃなく、下関のものじゃなくなってきてるって話を聞いて、なんかいろんな、ね、環境の変化が出てきてるんだなっていうふうに感じました。美味しくて、海の環境も守れるなら一石二鳥だなって思います。そして会場の一角には回転寿司レーンが設けられ、一皿の寿司の背景にある海の環境や日本の食文化について学べる食体験イベント、海のごちそう回転寿司が行われました。さらに高校生が開発した商品を販売するブースでは、釣り好きで知られるロンドンブーツ1号2号の田村亮さんがお手伝い、高校生と一緒に商品を PR し、お客さんの注目を浴びました。また全国から厳選された海産物や水産加工品を集めた海のごちそうマルシェも開かれ、77品の各地の海のストーリーが詰まった商品を販売。山梨県からは信玄食品のアワビの煮貝が出品され、山梨に残る食文化を多くの人に知ってもらう機会になりました。海と日本。この他にも全国のおすすめ動画が公式 YouTube チャンネルに載っていますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。